中京競馬第9競走岡崎特別4歳以上2勝クラスハンデ戦芝の 1400m12 頭で争われます。向こう正面2コーナーの引き込み戦枠入りが始まっています。奇数番号の各馬収まって偶数番号の各馬今2番のスコールインバンスが入って続いて4番チャーミングアクト外の各馬もスムーズに馬体を収めて最後12番ケルンキングダムが向かいます。ケルンキングダムこちらもスムーズ全馬ゲートの中スタートしました。ほぼ揃いました。ケルンキングダム最高峰です。さあ間から8番のミキのバスドラムが出ていきますがその内から4番チャーミングアクトが迫っていきます。しかしミキのバスドラムユドドラムに1馬身リードを広げて先頭3番から2番手に9番のサウンドキングダムが並んでいってそれから1馬身差3番エンジェルシリカ4番手1馬身半5番セイイーグルその内から1番のレゾンズスリールが並んでいってその直後に外目に7番東海キング1馬身内が2番のスコールインバンス中段やや後ろそれから1馬身差11番ウィンスピリタス3馬身差6番ココリホーウォーその後ろに10番のルフィアンキックが後方の2番手を進んでそれをかわす12番のケルンキングダム3コーナーのカーブを迎えます。逃げる8番ミキのバスドラムリードは2馬身600を通過4番チャーミングアクタが2番手3番手9番をつけながら上がってくるサウンドキングダム4コーナーのカーブを迎えます。さらにはエンジェルシリカがその外4コーナーを回って直線へ内をついた1番レゾンズスリール直線を向いて先頭ミキのバスドラム4番チャーミングアクトが差を詰めるその間狙った1番のレゾンズスリールですが外から追ってくる5番のセイイーグルさらには3番のエンジェルシリカ大須から2番のスコールインバンス坂を駆け上がって馬群の下から2番のスコールインバンスが先頭内から4番チャーミングアクト外から6番ココリホーが3番手が2番手前を追ってくるスコールインバンスゴールイン勝ったのは2番のスコールインバンス6番のココリホーを迫りましたが2番手まで3番手争いは2頭4番チャーミングアクトに最後馬群をさばいて5番のセイイーグル3番手争いが2頭接戦です。中京競馬第9競走岡崎特別2番のスコールインバンスこれで2連勝断然の人気に応えました。勝ち時計1分21秒3上がり4ハロン47秒6サンハロン35秒5でした。中京競馬第9競走岡崎特別馬群の外から鮮やかに抜けた2番のスコールインバンス断然の人気に応えています。鞍上坂井流星騎手外から迫った6番ココリホーウォーが2番手さあ3番手争いはどうか4番チャーミングアクト打ち外が5番のセイイーグルこの2頭も接戦さあどうか場内ストップモーションの映像4番チャーミングアクト残したでしょうか外5番のセイイーグルは結局写真判定1着2番スコールインバンス2着6番ココリホーウォー3、4着は写真5着3番エンジェルシリカです確定までお待ちください。